ハリソン・スミスは、ジョージア州オーガスタ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のミネソタ・バイキングスに所属している。ポジションは、フリーセーフティー。テネシー州、ノックスビルの高校3年時にはオフェンスで、1340ヤードを走って 19TD、23回のレシーブで453ヤード、6TD を上げた。またディフェンスで、61タックル。 にインターセプトにファンブルリカバーを挙げている。この活躍で2006年にゲータレードよりテネシー州最優秀選手に選ばれた。ライバルズ .com からは4つ星全米25位のアスリートにランクされた。多くの大学スカウトたちからオフェンス、ディフェンスのそれぞれで期待された。彼はテネシー大学、オーバーン大学、アラバマ大学からのオファーを断り、 ノートルダム大学に進学した。2007年を練習生として過ごした後、2008年をラインバッカーとして迎えた。この年9試合に先発出場し、57タックル、3.5サックを挙げた。2009年には、ストロングセーフティとして6試合先発出場した後、ストロングサイドのラインバッカーとして6試合に先発出場した。この年69タックルを挙げた。 2010年には、全13試合でストロングセーフティとして、出場、93タックル、チームトップの7インターセプトを挙げた。2011年には、マイケル・フロイドと共にチームキャプテンとなり、全13試合に先発出場、90タックルを挙げた。2012年の NFL ドラフトでは、その年、セーフティとしては、マーク・バロンに次いで2番目に高く評価され、一順29位。 指名権をミネソタバイキングスが二巡三十五位、四巡九十八位と引き換えでボルチモアレイブンズからのトレードアップで獲得、指名された。同年代五周のテネシータイタンズ戦では小ゼリアイ乙女に入ったオフィシャルを押したことから退場処分を受けた。10月19日にはワシントンレトスキンズのロバート・グリフィン三世へのホースカラータックルで15,750ドルの バッキンを課された。10月21日のアリゾナカージナルス戦で、プロイリアと初のインターセプトリターン TD を挙げた。12月9日のシカゴベアーズ戦でも56ヤードのインターセプトリターン TD を挙げた。第7週のアリゾナカージナルス戦、第8週のタンパベイバッカニアーズ戦、第14週のシカゴベアーズ戦では、J カトラーのパスをインターセプト、56ヤードをリターンして、 TD を挙げて、週刊最優秀新人選手候補に選ばれた。第16週のヒューストンテキサンズ戦でも活躍し、週刊最優秀新人選手候補に選ばれた。1年目のこの年、100タックル以上を挙げた。2013年10月13日のカロライナ・パンサーズ戦で負傷、10月19日に復帰可能なオプション付きの故障者リスト入りした。ありがとうございます。